もはや迷惑系とも言われ始めている車椅子インフルエンサーの中島涼子。イオンシネマとの問題では企業側幹部と面会を果たし、今後の対応改善のための話し合いの場を得たと報告。さらに中島も今回の騒動に巻き込んでしまったことをイオン側に謝罪したと報告していた。そんな中、4月5日、今度は中島がテレビ出演をしていたことが明らかになった。番組のテーマは障害者に対する合理的配慮。そこで中島の今回の炎上騒動が取り上げられたが、番組内で紹介されたその内容はなんと再びイオンシネマに批判の矛先を向けるような内容にすり替えられていたのだ。今回は中島涼子、炎上が収まらずにイオンシネマへの謝罪撤回か、テレビを利用して再び被害者アピール、2点3点する中島の主張と、今話題の車椅子インフルエンサーを起用したテレビ側の真の意図についてネットの声とともに紹介していく。イオンシネマアクタス調布で過剰な解除要求を繰り返し、最終的にそれを拒否したイオンシネマを SNS で晒し上げ大炎上した中島涼子。車椅子であることを盾にクレーマーと化し、一企業を貶めるような行き過ぎた言動が非難された。施設内で唯一車椅子席がないグランシアターでの映画鑑賞を希望し、段差のある劇場内で車椅子を持ち上げ移動させるという危険極まりない解除の要求が非難の対象の中心となった。それ以外にも中島はイオンシネマのこの対応に関する印象操作を行っていたことも指摘されている。彼女曰く、これまでに3度このグランシアターで映画鑑賞を行っており、その都度スタッフによる介助を受けていたという。4度目の鑑賞の後、イオンシネマの支配人から安全面や人員不足を理由に、今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられると思うのですがいいでしょうかと言われ、すごく悔しくて悲しくてトイレで泣いたと訴えていたのだ。3月15日にこの問題投稿がされた後、なんで今まで快くお手伝いしてくれていたのに急に入館拒否になったんだろう。今日行ったイオンシネマシアタス調布は残念ながらもう行けないですが、などと発信していた中島。これを受けネットでは、イオンシネマが中島に対し出禁を食らわせたと解釈する人が多発していた。しかし実際にはイオンシネマ内の車椅子設備のある別スクリーンでの鑑賞を提案していたのだ。これについて中島は3月29日に投稿したイオンシネマ幹部との話し合いの報告の中で、誤解が生じているとして説明。上映後、映画館の方に今後はこの劇場以外で映画を見ていただいた方がお互いに安全だし気持ちが良いと思うのですがと言われたことに対し、劇場のことをイオンシネマシアタス調布全体と捉えている方がおられますが、グランシアター以外のスクリーンという意味なので、映画館自体に来ないでくださいという対応ではなかったことをご理解ください。イオンシネマ劇場支配人の中島に対する発言の中の劇場の意味は、施設全体から出禁を言い渡されたという意味ではなく、グランシアター以外の設備の整った別スクリーンでの鑑賞を促されたという意味だったと説明しているのだ。つい2週間前までもう行けない、入館拒否なのと大げさな表現で印象操作をしていたにもかかわらず、それによって生まれた誤解を今度は皆さんの勘違いとして訂正したのだ。中島の支配人の言葉に関する投稿はどう見ても故意に読み手に勘違いさせる悪意が感じられる。しかし中島は報告書でこのように話している。伝える際の自分の言葉が足りなかったことについて、今後もっと言葉を考えて表現していこうと反省いたしました。自身には悪意はなく、あくまでも言葉が足りないゆえの勘違いであったと主張したのだ。結局最後まで自身の非は認めなかったものの、イオンには謝罪をし和解をしたとも報告していた中島。ところが今回また新たに彼女の衝撃の行動が明らかになった。今度は自身が出演したテレビ番組内で嘘をつき印象操作を図っていたことが発覚したのだ。4月5日、東京 MX の堀潤モーニングフラッグという番組にまさかの渦中の中島涼子が出演。5日放送回でのテーマは、障害者への合理的配慮が義務化された世界、何が必要というもの。問題は番組冒頭にいきなり発生する。今回の中島の炎上騒動の経緯を説明する映像が流れるスタジオ。
しかし映像の中では映画館従業員が中島に対し、今後は別の映画館に行ってほしいと発言したと紹介されたのだ。しかも映像にはその発言のテロップまでが挿入され強調されている。その後スタジオに映像が戻り、話を振られる中島、メインパーソナリティと見られる堀潤という男性は、中島の炎上案件に関して、心配して見ていました。お騒がせしているのは中島さんじゃないですよ。だって私はこう思う、こうしたいという当たり前のことを言って、そしたらうわーって反響が来て、などと中島をフォロー。これに対して中島は、そうなんですかね、はい、などと反応するも、一切否定はせず、うなずいてみせた。さらに堀は中島に対し、これまでにもインフルエンサーとして自分の思いだけではなくっていうのもあったんですかね、と投げかける。すると中島は、そうですね、やっぱり何か変えたい、我慢したくないという気持ちがあって発信してる、などと回答。今回の炎上で車椅子ユーザーからは、車椅子代表のような態度で発言しないでほしいという指摘が多く見られたが、彼女としては今も車椅子ユーザー代表であるという認識のようだ。こういったやり取りが続くが、結局中島が紹介 VTR 内のイオンシネマ側の発言の決定的な間違いを訂正することはなかった。中島が X で発表していた謝罪や和解の説明は一体何だったのだろうか。事実をねじ曲げる決定的な間違いがあるにもかかわらず、VTR の訂正はせず、ただただ被害者面をした中島。炎上の際は火消しのために謝罪や和解をあれだけアピールしていたのにもかかわらず、バッシングが止まないと分かった今、矛先を再びイオンシネマに向けるような行動をとっているのだ。インフルエンサーとして活動する以上、炎上が続くのは好ましい状態とは言えない。こうしてテレビに出て印象操作をすることによって、ネットユーザー以外の視聴者たちに対するアピールを図ったのかもしれない。これだけ炎上している中島をなぜテレビが起用したのかという疑問も浮上していたが、テレビ側も今話題の中島涼子が出演となれば注目を集めることができるため、ある意味ウィンウィンの関係だったのではないだろうか。冒頭のイオンシネマ従業員の発言も問題にならないよう、番組の最後の方で申し訳程度に中島が訂正していたが、これにも悪意が感じられる。この騒動の背景を知らない人からすれば、約30分間のこの番組を勘違いしたまま視聴することになる。理不尽な理由で映画館に出禁にされたかわいそうな車椅子女性と、無理な解除を要求して正論をぶつけられてダダをこねた車椅子女性、視聴者が受ける印象は全く違うものになるのではないだろうか。言ってしまえば、これはメディアの偏向報道だ。この堀の番組にはどうやら以前にも中島は出演したことがあったようで、2020年1月17日の中島のポストにはこう綴られていた。実は緊張していて、 CM 中お茶を飲む手は震えていました。ニュース生番組という新たなステップを踏ませてくれてありがとうございました。本番後に MX テレビで働いている小学校時代の友達がサプライズで来て、6年ぶりの再会に堀潤さんの前で叫んでしまいました。また来れる日までニュースを勉強します。どうやら局内には友人もいたようだ。この友人にどれだけ権限があるのかはわからないが、もしかするとこの炎上を収めるための助け船を中島に出したのかもしれない。もしくはメインパーソナリティの堀が以前も出演した吉見で中島に直接依頼をした可能性もある。社会的な問題を多く扱うこの番組、4月1日から障害者差別禁止法の改正が施行されたタイミングで扱われた今回のテーマ、この話題に関して今一番注目を集めているのは中島だ。そんな彼女を使わない手はない。さて、同番組の最後には出演者に対して、今後政府や行政に何を求めるかという質問が向けられた。それに対し中島は、対話と歩み寄りだと答えていた。最初にトラブルがあった際、今後は他の劇場でと促され、その場で何も言えなかった自分が悔しい、トイレで泣いたと話していた。つまりその時何も言えなかったという彼女は、自身が主張するせっかくの対話のチャンスを逃しているのだ。その後はトイレにこもって泣くばかりで、相手に歩み寄り、なぜそのような対応になったのかなどは知ろうともしていなかった。そしてその後、
映画館側に問い合わせるわけでもなく、いきなり一方的に SNS に攻撃的なポストを投稿した。彼女の行動と発言は全く一致していない。番組の冒頭でも、いきなり SNS 投稿したことが出演者のコメンテーターから指摘される場面があった。問い合わせフォームなどを利用せず、SNS にいきなり投稿したことで炎上を招いてしまったのではないかと指摘されたのだ。すると中島が答える前に、メインの堀が、悲しかったんですよね。とまるで子供をかばうかのようなフォローを入れていた。男性コメンテーターの指摘は正しい。いくら悲しくても、悔しくても、成人でありインフルエンサーを語っている中島。彼女の行動は受け入れられるものではない。対話と歩み寄り、確かに今後、より良いバリアフリー社会を実現していくためには大切なことだ。しかし、中島のこれまでの言動を見ていると、どうも都合のいいようにこの言葉を使っているようにしか思えない。こういった基本的な認識がずれている人間との対話は、どう考えても困難だ。この番組放送に関してネットでは、デマのテロップを出して放送するような最悪な放送局、合理的配慮の話をする前に、中島涼子氏の今までの迷惑行為をちゃんと議論するべき。堀潤さん、終わっとんな。もうメディアには信用ないわ。この放送で中島涼子の関係者が彼女を擁護するために出演させたってのは理解できました。放送中に訂正したとはいえ、すでに真実は明らかになってる状態であえて入館拒否を最初に流すとは、自分たちは情報番組として無能と言っているのと同意。また自己弁護の嘘、本人の直前の X での発言と全く辻褄が合っていません。事前チェック、事前打ち合わせは綿密にされたのでしょうか。嘘発言を公共電波で垂れ流して問題ないのでしょうか。イオンへ攻撃をする意図がテレビ局にもあったのかな。メディアに利用されてるだけってなんでわからないんだろう。利用したいやつが近寄って、本当に優しい人がどんどん離れてく。そろそろ自分の言動を振り返らないとマジでまずいぞ。中島涼子の起用そのものに対する批判や、番組内での情報が湾曲して伝えられていたことへの指摘が多く上がっていた。そして中島の対話と歩み寄りを求める発言に対しては、対話しないで鍵垢はダメですよ。反対意見、アンチの話も聞いて自分の意見も発言しないと。他人に求めたいならまず自分から、自分は何もしなくて相手は配慮しろはズーズーしい。中島涼子は一般人としての常識がなさすぎて、こういうディスカッションの場に選定される演者として不適当だと思う。健常者が銃できるから障害者も銃やりたいという気持ちはわかるけど、現実問題それは無理な話であって、せめて73とか64にするのが合理的配慮でないかと思う。対話、歩み寄りはお互いがしないといけない。一方からお前からやれっていうことではない。こういう人ってなぜそれがわからないんでしょうか。 X では謝罪報告、和解アピールをわざわざ投稿した中島だったが、やはり根本的なところでは反省はしていなかったことが今回のテレビ出演で証明された。ところで中島の言動によって悪評被害を受けた車椅子ユーザーたち、そんな彼らの状況を理解しようとする中島の歩み寄り、反省はいつになるのだろうか。